どうもんちゃん、篠原です。今回ですね、前の神戸大生のケイ君の動画好評だったんで、ケイ君にまた神戸大について語ってもらおうかなと思います。あ、ちなみに僕ここにいるんですけど、あの例によって僕風呂入った後とかなんで、ちょっと動画に出れる格好じゃないんで、まあこんな感じで話そうかなと思います。まあ今2年生、2回生だよね。はい、2回生だから、1年半前、元受験生っていうことで、まあちょっとね、記憶が忘れてるところも若干あるかもしれないですけど、まあだからこそリアルな、むしろ生のリアルな声っていうのを聞きたいなと思うんで、まあぜひね、語ってほしいなと思います。まあ結論から言うとあれだよね、ここに書いてるけど、2次で結構点取らないといけないじゃないですか、はい、理系の、そうですね、国立にしては取らないといけない、 60% も取らないといけないけど、まあその分問題は比較的、マイルドというか抑えめにしてくれているかなって大学だよね。はい、うん、そうですね、うん、まあ英語からいきましょうか。英語って、どうだった？英語は、うん、長文が、多いんですけど、うん、文自体はそんな難易度高くなくて、うん、で僕が受けた年なんかは、河合が対策、河合が、模試で作っ、寝台対策の模試で作ってたのが同じ、研究の文章で出たんですよ。おお、すげえ、うん、そうだから、やる対策は割とその、うん、そうですね、河合とかでも全然、うん、ちゃんとしっかりしてて、うん、難易度もそんな高くないんで、うん、そうですね、僕はやから河合のその模試の長文と、うん、あとはやっておきたいの、うん、同じぐらいの文字数のやつで、うん、全然それで対策できるレベルでした、ね、ああ、やっておきたい何歩かって覚えてる ?700 とか僕500やったと思います。500でいけんの？いけたと思います。それぞれが3つある分、それぞれがそんな長くなって700やったかな。まあ700やったかな、500、まあ500は確実にやったと、はい、で700はやったかな、どうかなぐらいで受かっちゃったっていう。そうですね。ああ、なるほど。うん、っていうことで、まあまあレベルとしてはそんなバリクソ高いわけでは、はい、長文はないですよね。はい、うん、英作が、うん、年によって結構形式が違くて、ほうほうほう、うん、だからそれはもう過去問を、英語は25か年かなんかが出てるはずなんで、寝台の、うんうん、それやってもらったら、ちゃんとカバーできると思います。結構こうランダムで、うん、その形式が変わってくるんで、うん、だからいくつかの英作の形式には対応できるようにしといた方がいいかなって思います、ね。ああ、なるほど。基本自由英作よね。そうですね、うん、けどなんかその自分のあなたの考えを解きなさい系と、うん、なんか割と範囲を狭めてくるやつとなんかいろいろあるんで、うん、ああちょっと傾向が特殊っちゃ特殊と、ね、年によって違うのがちょっと面倒くさいかな。ああなるほど。まあ俺も見た感じだと面倒くさいなとは、ね、若干思ったから、まあ長文ちゃちゃっと解いてそこで安定して点稼いで、ね、まあ英作の方にじっくり時間取って、まあ書けるだけ書いてどんなもんじゃいみたいな、うん、まあ感じっすかね。まあ、はい、まあ我々が苦労するってことは他の受験生も苦労するから、はい、まあまあみたいなところはあるけど、まあっていう感じですかね。そんなめっちゃ忙しいってわけでもなかった80分って。まあセンターとどっちが忙しかった？センターの方が忙しい。センターの方が忙しい。あ、やっぱり、うん、だから英作に時間を、うん、取られるか取られないかにも結構よる。あ、なるほど。ほう、うん、そうですね、英作に手こずっちゃうと、うん、しんどくなる。なるほど。単語帳何使ってたっけ？単語帳は僕は、データベースっていう、うん、4500っていうのを学校でやった後にシスタンを、うんうん、まあどっちも何回もやってた感じです、ね。ああなるほど。まあ十分シスタンで勝負になったでしょ。そうですね、シスタンで良かったと思います、ね。オッケー。まあ英語はそんな感じですかね。はい、数学は？数学は、うん、そんな半大ほどは全然なくて、うん、だから普通の地方とかと変わらないというか、うん、そんなに難易度高くないんで、うん、
んですよね。うん、そうっすね。まず120分で5台っていう、まあまあよくある理系の形式な割に、はい、あの超丁寧に誘導してくれるじゃないですか。そうですね、うん、誘導しっかりしてますね。誘導しっかりしてくれて、あれってどうなん、関東ってむずい、やっぱ。いや意外といける時もある。はい、僕が数学苦手やったんで、うん、そんな数学関東を目指してたわけじゃないですけど、9大とかを目指してる人らは全然できてたんで、うん、なるほど、はい、うん、関東できる問題はちゃんとあると思います。なるほど、関東もワンチャン狙えてしまうと、はい、あ、時間制限的には計算ガリガリさせるからまあまあきつかったりとかする、そうでもない。時間は、うん、だからこれ僕が苦手だった分、多分、うん、あの割と、あ、もう問いさんこれ無理やなってやったら割と捨ててたんで、うん、関東するんやったらそれは多分大変やと思いますけど。あ、なるほどね、うん、そうですね、だからできる問題はちゃんと見極めれたら、うん、その時間はそんな困らないかなと。ほう、なるほど、まあ、まあまあまあその分合格点も高いしねっていう感じだよね。ああ、なるほど。じゃあ、ごめん、数学って何使ってたっけ。あ、数学は僕はチャート、チャ青茶で、青茶、うん、はい、まあもう青茶やっときゃ OK って感じするよね。そうですね、ああ、まあまあって感じですね、OK、あとはでも数学も25カ年が出てるはずなんで、うんうん、そうですね、それはちゃんと使ってましたね、うんうん、多分ね、公演で15カ年とか、15でしたっけ、まあまあまあそれが出てるんでみたいな感じ、英語も15だ、うんうん、まあそれやりましょうねみたいな感じで、はい、OK、化学の方は、まあ、化学と生物は一緒に合わせて120分じゃないですか。はい、どっちに時間かかった、トントン、あれこれ60、60で分けられてた、分けられてたっけ。あ、そうなんだ。いや、だいたい理系のいろんな大学ってまとめてやるから 60-60 なんだ、神戸って。これちょっとあ、60です。科学が60、うん、生物が60。あ、分けてるんだ。ほー、知らんかった。あ、そうなんや、分かれてます。へー、え、それ物理科学やる人と化学生物やる人のタイムラグとかどうしてんだろう。待たされた。あ、うん、物理科学と農学部は、うん、あの教室全然違う、うん、あ、そうなんだ、教室で隔離してるんだ、はい、あ、なるほど、分けてました。ほー、へー、そうなんだ、まとめてじゃないんだ。ほん、うん、どっちの方がしんどかったイメージある？時間がしんどいのは生物かな、うん、論述が多かったんで。ほう、ただ、うん、まあそんな差はないですけど、うん、で科学は、うん、傾向っていうか、うん、勇気がいつも出るんですよ、うん、で勇気のその、構造決定が、うん、そんなに難しくないけど配点すごい高くて、うん、構造決定の問題ちゃんとできんとバーッと落とすんで。あー、きつ、はい、それきつ、そうなんですよ。だから構造決定のあのあたり、勇気のあのあたりは、僕はセミナー、科学のセミナー、うん、基本科学のセミナーだけでやってたんですけど、うん、構造決定の勇気の周りだけは、うん、何でしたっけ、あの科学の10問でしょ、10問を使って、うんうん、ちょっと難しいのにも一応手を出しつつ、うん、基本しっかり しながらっていう勇気は特に大事にしました、ね、ああ、なるほど。まあ、理論も向きもそれなりには出るって言うけど、全然出ます、うん、けど勇気はほぼほぼ出るなって分かってるから、うん、はい、で、回転も高いから。なるほど、はい、まあ、勇気、ね、特に構造決定はしっかりやっとかんとあかんぞみたいな、はい、苦手やと落とすな。ああ、なるほど。生物の方は、生物は、地方とあんまり変わらないですな、うん、難度的には。ただ論述がとにかく多いんで、うんうん、論述をできるようになるのと、うん、まあ論述が多いのはまあ大体どこもそうなんですけど、うん、で意外と基礎の単語が、うん、結構出るんですよ。へー、うんうん、全然出さないところとかもある中、うん、結構ちゃんと出してくるんで、うん、
女子高生テストみたいな問題集の、はい、うん、問題集の最初の方の、うん、その分野の最初の方の簡単な単語のあたりもちゃんとやってたら、うん、逆にそれやってたら結構そこで稼げるんで、ほー、それを大ざなりにしないのが、なるほど、じゃあ意外と、フェーブもセミナー、僕はセミナー、基本セミナーで、うん、はい、うん、やりましたね。あ、ただ、後ろの方の論述もしっかりやってって感じです、うん、あー、なるほど、はい、確かね、ニューグローバルっていう教材とかが、はい、確か論述とかいろいろあるんですよね。あとは、標準問題成功、まあ一応論述はあるんですけど、まあそういうのも、まあ視聴者の人で論述記憶したいなっていう人はまあやってもいいかもしれんけど、まあさっきもK君言ってくれたみたいに基本の単語はね、そっちの方がまあ取りやすいし、ね、勉強しやすいし、まあ、うん、覚えておくべきなのかなっていうところですかね。ってことで、ごめんなさい、あれ120分って書いてくる、本当は60分60分なんだな、60分60分で、はい、でね、あ、なるほど、ほほほ、ごめん、じゃあ番所間違ってるわ、ごめん、っていう感じでした。じゃあまあ、やっぱ神戸大、まあ、特にケイ君現役合格じゃないですか、はい、な大事なのは、まあ、基本に忠実にというか基本大事にみたいなところかな。あともちろんセンターですね、うん、センター、センター落とすとやっぱこの配点やから、ちょっと厳しいですね。ああなるほど、これ気をつけといた方がいいよ的なのってある、試験会場、まあ、例えば京大だったら教室ボロいかったりすると横のやつが消しゴム消したらこっちも揺れるとかってあるんですけどそういうのある、ない、僕が受けた教室は一人一個ずつ机があったから、あ、そうなんだ、うわ、交代部うん、そうですね、そんなそんないい、うん、特に言ってなかったですけどね。ほう、じゃあまあこれといってこれ注意せなあかんぼ的なのはまあ特には、あ、まあ、あのだからセンター取れてないと、あ、心理的にきついなんから、うん、そこ逆転、やっぱこの400対450やからまあ、うん、やっぱ難しいは難しいじゃないですか。そうね、しかもみんな取ってくるから2次逆転って言われてましてもって感じよ ね、 そうですね、正直ね、うん、そうね、まあ二次ももちろん取れる力が必要ですけど、うん、そうですね、センターがセンターがまあ大事と、はい、うん、っていうことでした。ということで、神戸大の農学部に現役合格した K 君の、まあ、リアルな神戸大の話でした。まあ、もう一回結論から言うと、そんなに難しくないんでしっかり対策してくれと、まあ、確実に打てるボールを確実に打ってくれっていう大学なのかなと思うんで、まあ、そこをきっちりやってくれたら、まあ、受かるんじゃないかなと思いますということで、今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。よいしょ、はい、ありがとう。はい。